せーの、岐阜輪か。今回の内容は、地元店では焼きたてを頬張るカフェ&ベーカリーをご紹介します。チャンチーと岐阜ベジおうちご飯では小松菜とブロッコリーを使った料理を紹介します。生告知コーナーでは2組の方に登場してもらいました。そして生中継コーナーではこちらミナモが進化系おにぎりを紹介しちゃいますよ。岐阜輪かご覧ください。